カシーの戦いは、江戸幕府と豊臣家の間の大阪の陣のうち、1615年に発生した大阪夏の陣における戦いの一つ。豊臣方は、大阪城が大阪冬の陣の後堀をすべて埋められてしまったため、夏の陣では城を出て戦わざるを得ない状況に、なっていた。河内方面、山方面び、方面より大阪城に迫る幕府軍に対し、 豊臣軍は、キ伊の浅野長明への攻撃を決定、王の春ふさを首相に、花輪直行、岡部の立名、丹野は重政ら兵士3000を送った。また、キ伊及び泉で一騎を先導し、豊臣軍のキ伊攻撃に行動するよう画策した。浅野長明は、国内で一騎の兆考があったことから出陣を見合わせていたが、4月28日、兵五千を率いて、 和歌山城を出発した。先方隊は、泉国佐野に着陣した日の夜半、偵察により、豊臣軍の先鋒を発見、本人に報告した。この時、豊臣軍の兵数を2万と5人しため、浅野勢は少数での迎撃に適した、カシまで退却することにし、亀型勝名を泉国安末に伝軍として残した。4月29日夜明け、豊臣軍の先方、 花輪直行、岡部の立つと、亀田勝綱の間で戦闘が開始された。亀田は、地帯戦術を展開し、豊臣軍をカシーまで誘引した。カシーでは、亀田隊に、浅野友近、上田重義すらが加わり、豊臣軍と激戦になった。花輪と、岡部は先方を争う形で突出したため後続が、追いつかず、やがて岡部は敗走、花輪と丹野は戦死した。 戦闘後、朝野勢は、一旦、木の国山口まで撤退した。一気勢の放棄を合図に攻めようと考えていた、王の春夫佐は、先方で戦闘が発生したことに驚き、河岸へ急いだ。しかし、すでに、朝野勢は撤退した後だったため、大阪城に引き返した。泉の一気は、大阪城から一気を指揮するために送られてきた、王の春長の家臣が、 朝の勢に捕らえられており失敗していた。キーの一機も、ルスキョの熊谷事部、寺沢半兵衛らの計略により鎮圧された。ありがとうございます。